復活が噂される時期に、強くて親切な海外のお侍様がいるということは、兄の協力者かなって。ダメ、手加減しないで。私のためを思ってくれるのなら本気でお願い。話し合うだけじゃ、言葉だけじゃきっと何も変わらない。伝わらない。私、イクトのためなら何だってできる。必ずエンブリオを見つけ出してあげる。イクトのために、絶対。ふん、今はもう全然元気元気。そんなことよりロイドの方が元気ない。心配だよ。そうなんです。偏差値順のクラス分けで、ビリッケツクラスの私とトップクラスの中でも一番の彼じゃ。けど好きになっちゃったんだもん。よかった、知り合いとかいなくて心細かったんです。あ、私アカシアモカって言います。そうだ、一刻も早く国に帰って皆にこのことを知らせねば。若はどこに。性格は恥ずかしがり屋で引っ込み思案。でも転校を機にこんな性格を変えようと思ってます。だけ、さすがはクロード。クロードがいれば他の使えない奴らはいらないね。でもバラはこっちに飾った方が俺の好みだ。謝ることなんて何もありません。母は確かに小学校に上がる頃には亡くなっていましたが、代わりにフミトさんがお弁当を作って。私はあなたを受け入れられない。力を合わせあなたと共に戦うことなど、風乗り翼が許せるはずがない。そして今、最も慕う人を傷つけようとしている。お願い、どうかもう私から解放されて。どうか。で、魔法騎士団に入るだなんて頑張ったのね、坊や。ご褒美にお姉さんがいいことしてあげようか。大丈夫、自信持って。志保は中学からバレエすごかったじゃん。だからこの学校に来たんでしょ。君と夏の終わり、将来の夢。